今日はアマチュアサッカー選手屈指といわれるカンティに密着してみた。おはようございます。密着ですか今日。誰の密着ですか。僕ですか。今から練習なんですけど、見ていきます。続いてきてください。グラウンドには誰もいない中、ひたすらランニングを続けるカンティがいた。サッカーの強さはここから来ているのだろうか。ロングキックでは正確なキックと正確なコントロールを見せてくれた。これは逆足だ。このドリブルはスルーしよう。ここからゲームが開始する。彼に対しての容赦ないプレッシャーが彼を襲う。ここでフリーキックのチャンスをものにする。蹴るのはもちろんこいつカンティだ。このキックは枠に入ったんだがキーパーにキャッチされた。続いてオフザボールの動きを見てみよう。動いている。全然パスを要求してパスが来ない。彼は嫌われている。必ず嫌われている。パスが来ない。ここで彼にパスが渡り、得意のドリブルを始める。そして敵を抜き、最後パスでゴールを演出させる。どうでした。まだ撮ってたんですか。きついっすわ、ほんま恥ずかしいっすよ。僕にとってサッカーっすか。いや、もう楽しんだもん勝ち。蹴ることが好きやからね。あんま縛られんようにサッカーやってますわ。いや、好きな食べ物聞くってほんまインタビューとしておかしいでしょ。リンゴです。最後に彼の思いを聞いてみた。まあ僕今 YouTube 始めたんですけど、登録者数増やすの難しくて、まあ、でも結構自分も楽しんでる面あって、登録者数が増えへんっていうのは今いい経験値だと思うんですけど、まあ、100万人目指すなんてあんま口ではいいって言ってるんですけど、多分叶えるっていうやつなんておらんと思うんですよね。言うやつ、まあ、そこは人生の醍醐味ですね。あと何を言ってるかわからないが頑張ってほしい。頑張れ日本。